参議院選挙の公示から初めての週末を迎え、各党党首が各地で演説し、有権者に支持を訴えましなんといっても、この物価高騰が心配される中でありますので、皆さんの給料、賃金を引き上げる、ここから始めなければならない、岸田総理と黒田総裁の目線を、輸出産業という目線から、国民の懐、家計、財布、 こういういい目線に変えていくコロナ禍、ウクライナ情勢、もう世界は大混乱、現金給付、値上がりを抑えること、賃上げ、これをどんどん重ねて、先手先手でやっていくことが大事、元祖改革政党と自負しています、日本維新の会と自由民主党と改革競争をさせていただきたい消費税入ってから33年間、一貫して消費税反対を貫いてきた。 日本共産党を躍進させて減税を実行しようではありませんか経済を元気したいんです一生懸命働けば給料が上がっていく右ではなく左ではなくみんなで上に行けるそんな社会をぜひ作りたいものが売れる消費が増えるそういう状況になれば投資も増える減税だけじゃダメなんです消費税は廃止にするべき社民党は頑固に平和 暮らしが一番、戦争はさせない、えー、それを訴えて選挙戦を戦っています。NHK の受信料これ年金の人からも取ってる。見ない人はお金払わなくていい。公共料金の当然の考え方。今回の参院選では、改選の百二十四議席と神奈川県で欠員となっている一議席を合わせた百二十五議席で争われます。 ロシアのウクライナ侵攻を受けた物価高への対応や安全保障政策などが主な争点です。参院選は来月10日に投開票されます。